おい、これはどういう状況だ。目が覚めたんだね。軽い脳震盪だったみたいだけど、大した怪我はなくてよかった。あまり時間がないんだ。状況説明するからよく聞いて。いきなり超大型巨人が現れて外門が壊されたんだ。奴はすぐに消えたけど、かなりの数の巨人が街の中に侵入してきてる。ここにもいつ巨人が来るかわからない。君の立体起動装置は使えるようにしたから、すぐに作戦基地に急ごう。もう、その刃は使い物にならない。新しい刃に変えるんだ。
もうその刃は使い物にならない。新しい刃に変えるんだ。無事、作戦基地に着いたね。改めて状況を説明するよ。外門が壊されてから数時間、もうかなりの巨人がこの町に侵入してきてる。リヴァイ兵長やミカサのおかげで大きな被害は食い止められているけど、もし内門を破られるようなことになれば、今度こそ人類はおしまいだ。エルヴィン団長やハンジ分隊長、調査兵団の主力部隊は今内地に行っていて、この町にある戦力はかなり限られている。早馬を飛ばしてこのことを知らせてるけど、応援が来るまでは僕たちで耐えなければならないと思った方がいい。主力部隊が到着するまでこの町を守りきること、それが今回僕たちが巨人に勝つための条件だ。兵士の数が限られている以上、今最優先すべきことは武器や装備、ガスを含めた戦うための物資を確保することだ。そのためには区内に点在している物資を回収してくる必要がある。特に重要なのは中央保管庫だ。あそこさえ死守できればある程度の物資は確保できるはず。君も作戦指示に従ってすぐに前線に向かってほしい。いや、気分はどう？僕はエレン・ミカサと同じシガンシナクの出身だよ。君はどこの出身なんだい？ちょっと離れてくれないかな。奴らが来てる。気をつけて。
なんとかしのげた。次に備えよう。この町を守れるのは僕たちだけなんだ。深淵なんだ。お前も気をつけろよ。先に行け。遅れるなよ。あの地点に向かおう。うまくいってよかった。来た。一体ずつ確実に倒すんだ。無茶だ。折れた刃で戦うなんて。早く刃を変えるんだ。このままじゃ危険だ。巨人から離れて。刃で戦うなんて。早く刃を変えるんだ。まずい。指を切って抜け出すんだ。来た。一体ずつ確実に倒すんだ。
ずい。指を切って抜け出すんだ。その刃は使い物にならない。新しい刃に変えるんだ。巨人確認。大丈夫、作戦通りに。よし、攻撃が効いてる。一度距離を取るんだ。無茶だ。折れた刃で戦うなんて。早く刃を変えるんだ。まずい、時間がかかりすぎている。今だ。今ならあいつを倒せる。僕たちの努力は無駄じゃなかったんだ。
ー